平成29年度第16回氏染式を開始いたします。申し遅れましたが、私本日氏染式の司会を仰せつかりました交流委員会副委員長の頼実と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは開会宣言を西日本旅客鉄道株式会社新幹線小倉駅駅長の池山様、よろしくお願いします。平成29年度小倉祇園太鼓氏染式の開会を宣言いたします。ありがとうございます。それでは主催者であります小倉祇園太鼓保存振興会会長中村誠より挨拶でございます。皆さんこんばんは。今日はたくさんの方々ご参加をいただきました。小倉祇園太鼓初打ち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 
体含めて、30の団体、太鼓は58基でございます。うちで、ジャンガラを含めて、300人以上の方々のご参加をいただきました。太鼓を叩いて、地域の皆さん方にご披露いただきたいと思います。それでは今日から頑張ってやりましょう。お願いします。5年組での優勝をいたしました東浅野町内会の皆さんです。続きまして、昨年度共演大会大人組の優勝団体、カナダ第一町内会の皆さんです。続きまして、昨年度共演大会一般の部準優勝、株式会社伊豆チェの皆さんです。続いて、後ほど舞台太鼓を披露していただく JR 九州小倉駅です。続きまして、舞台太鼓を披露していただきます JR 西日本小倉駅です。それではこれより小倉祇園太鼓太鼓披露に移ります。まずは最初という意味で舞台太鼓を披露していただきます。Thank you.
音が近づき大きな音になっていく連綿太鼓、どうもよろしくお願いします。Thank you.
会の皆さん、素晴らしい、感動した、素晴らしかったです。小倉祇園太鼓打ち初め式ですね、今日よりこの、青年部会の小林が一緒に来て、皆さんちょっとあのやっていただきたいと思いますけれども、服を包んで持ち上げるということが、まあ、動作となっておりますので、皆さん服を願ってですね、持ち上げて、小倉祇園太鼓を迎えていただけたらと思います。それでは打ち込みさせていただきます。それでは打ち込みさせていただきます。小倉祇園太鼓のますますの発展と、ご参集の皆さんのご健勝ご多